意外と知らない便利な豆知識をご紹介します。今回は卵を片手で割る方法を分かりやすくご紹介します。卵を片手で割る料理人の姿は格好よく見えます。卵を片手で割ることができると格好良いだけでなく料理の作業効率がアップします。卵の片手割りを習得すればご家庭でも効率良い手際で料理ができるようになるでしょう。それでは早々に卵を片手で割るためのコツをご紹介します。まずは片手で卵を優しく握りましょう。人差し指と中指で尖っている方を持ち、親指で丸い方を支えてください。野球のボールを持つようなイメージで大丈夫です。握った卵を平らな場所で叩き、卵の中心部分にひびが入るようにしましょう。卵にひびを入れる際、平らな場所に軽く打ちつけます。角などで行うと割れ目が深く入ってしまうので卵の殻が崩れやすくなってしまいます。卵の殻を割り開きましょう。人差し指と中指、そして親指を上下に開いて真ん中から卵が出るように割りましょう。片手割りを上手に行うには卵の握り方が重要です。親指、人差し指、中指で優しく握りましょう。全部の指でしっかり握ってしまうと片手だけで卵の殻を割り開くことができません。ポイントは3つです。 1. 片手で卵を優しく握りましょう。 2. 卵は平らな場所で割りましょう。 3. 優しく握って卵の殻を割り開きましょう。練習すれば誰でも動画と同じようにできるようになります。コレステロールが気になって卵を控える人が少なくないと思います。しかし最近の研究では卵の摂取制限はなくなっています。2015年厚生労働省も卵を1日2個以上食べても大丈夫と発表しています。卵は生はもちろん、目玉焼き、ゆで卵、スクランブルエッグなど様々な調理法があり、安価で栄養価の優れた食品です。ぜひ卵の片手割りをマスターしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。